トヒムです。石橋です。おお。ということで、今回ね、まあブロックオリパ開封ということで、まあ久々のオリパ開封。そうだね。でこちら表強いの集めてきたんで、久々にね、マンダ行ったら結構ね、ブロックオリパの表が強かったんで。ガイナックスいいよね。まあ、最高リアリティ、ダブルビッシュというか。で、まあここら辺もね、まあ強いと。そうだね。でもこれ、ここにもボルドギやったりとかして、そう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 、まあ良さげなんじゃないかなっていうことですね。じゃあこちら、早速開封していきましょう。とりあえず、くちばしがこれを開けると。1個目、カツキングジュニアミラクルストップアドミラルクイーンボイロン。おお。マジふざけてんのってぐらい、変なところから開いたししたもん。ワンダーオリパってやっぱさ、あれだよね。なんか、ザビバレル。なさそうなディナーカードがある。そうそうそう。お宝だよね、やっぱお宝。うん。お宝発見だ。うわ。今もう確定。いや、カスキングジュニア普通に値段するもんな。ちなみにこれ一つ400円です。いや、今の時代はカタンのカツキングだよね。まあ確かに。最後決まっちゃったけど。まあね、そうだね。ちょっと値段落ちやな。いや、まあ、にしても高いけど。一級。銀メガ。ミスター。ふっつかれたよ。ああ、ビビった。マノミ。マノミいいんじゃね。マノミよくね。マノミいいよ。お、そそれ。強っ。強っ。強っ。えぐえぐえぐ。え、くんね。いやいや。あ、これの。ルーフがね。めっちゃ見えるか。待って、今サザンエイ、サザンエイ、ベイマックス、あ、ベイマックスもいいね。結構、重要だ。まあ、通常、まあ、俺ね、とりあえず、欲しいのはね、あれだね。サザンエイ欲しいんだけど。あれだけ欲しいね。パトロール、バイス。うん。バイアスかな、バイアス。とか。お、ビビった。あ、たまちゃん、進化設計とか。進化設計図、一番ありそう。そうね。まあ、需要体験は使うんだよね。強いって、サザンエイは。強いな。お、値段はね、待って、ちょっと前までしたんだよね。今はちょっと安かった気がするけど。じゃあキングマックスはいい。キングマックスはいいやこれ。普通に、いや、結構いいな。うん。まあまあ、マックス系でも結構いい方じゃない、これは。マックス兵系はね、通常版が一番安いの結構マックスで、確か。あ、確かに。なんか光ってる、めっちゃ。あ、これも、通常か。あ、ドラゴン見せてみて。いや、クリムゾーンかもしれない。クリムゾーンだったら、クソいい世界。クリムゾーン、ちょ、見ようか。クリムゾーン、クリムゾーン、これいいよ。おお、強い。ハグマネか。ハグマネジは、クリムジ。まあ、そう、ちゃんとね、設計は強いって言われてた。おお。おい、割といい。いや、サザン A はね、めっちゃ強い。じゃあ、2つ目開けます。カツキングジュニア。はい、いや、いいぞ。カツキングジュニア、オーギンガゼロ、エターナルボルバルエッジ、サンマスター。おー、じゃあまず。これだってあれでしょ、絶対スコーラーでしょ、これ。スコーラーって気がするんだよね。だよね。いや、スコーラーじゃなくて使えるところあるけどね、それ。ああ。あと、カリアドナイとか。ああ、そう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 。オーギンガゼロ。どうぞ。サンマスター。オーギンガゼロ、ボルバルエッジで。いやいや、気合っちゃいましょう。じゃあ。今回 GR ないね。ほんとだね。セーリング。あー、まあまあ、弱い。ボールも言うな。ピンピンが、このままいい。うん。光ってるからまあいい。バイアス、バイアス。いや、バイアスだね、さすがに。バイアス。あったとしても、完璧超えてそう。マジか。ないか。まだビンプリンいいかな、俺。イカロスどうだろう、これ。まあ、いいんじゃね。いいね。一時報道してるぞ。え、めっちゃグリーンだ。初めて知ったんだよ。グラビティゼロで自分のフェニックスがあれば、知らずに出てくる。デザキ1枚引き、手札1枚タップしてまとめる。ああ、どんだ。え、俺初めて聞いたんだよ、めっちゃグリーンなんて。これね、サウンドファーザーの、なんか、ゲームフェスパック限定版あんのね。おぉ。これ、種族間違ってんだよ。ガチ。うん。その場見つけたらマジでレア。あ、実際ちょっと微妙。悪くない、一応。悪くはない。一応、SR だね。SR だね。ビビるわ、マジで。短期はえぐいからね。短期だったらやばい。短期だったらね、ほんとね、当たりすぎる。小刻みだね。小刻み。レア枠。レア枠。あ、ハゲだった。で、うん。いや、こいつは。ブンブン今でも安いもんじゃない。ゆる。ん？ザバないとかさ。言った。次のザバのか。急にこれ刺さないよね。そう。イルフィンザシルバー。そう。なんか若干した気がするんだね。なんかバンビアの。そうそうそう。やつでしょ、なんか。で、ラストと。ラストと。ケラッチョなんでしょ。フォーグ初期？あ、2009年だから初期じゃないか。うん。ゆるだ。
うーら、うーら窒息もうんこうんこ、いやー、なんかなあるか、おちぼち、強え、これは強え、おい、ちょっと待って、俺やっちゃったわ、これ今後わかります、あの、調子、俺ちょっとやっちゃいました、俺、これマジっすよ、おー、マウンテス、えサブワーク、マウンテス強え、マジでこれどうする、あ、いや、一応ね、一応絵が可愛い、え、待って、俺これやっちゃった、なんで、ちょ、今後わかる、今後わかります、買ったんだな、お前、買っちゃいました、じゃあ俺もらうわ、いや、買っちゃいました、しっかり4枚今日、で、はい、で、こんな感じですね、お前さ、くちばしゾーンに、エンドジャオが、イキリワに、ドジラゴン、なんてさ、デルパンサー、え、行きましょう、で、許せないよ、うわぁ、どうぞもらいます、で、モルカフメドリラゴン、ね、で、ルパンサーで、エンドジャオが状態悪い、終わってんの、え、ボロで、はい、生きりばに生きるなよって、よっしゃ、行きます、あ、あげた、すいません、あの、なんで、狂気3分、狂気星5、ボルタルクさ、うん、メラボルタルク、奇跡は10、地味なしやね、うん、一応、つかないよ、ちょ、サザンエイクね、なかなかね、サザンエイク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 、きついよ、いや、強えよ、もらうわ、あかん、ルピアラピア、あ、うん、あ、言った、よっしゃ、なんて、やばいよ、これ、次のことだ、次のこと、確かに、ぜ、狂気3分、ちょっと、9面倒、80円ですね、なるほどね、まあロッカーついてんのか、水売り、あのメルゲイなんとこってさ、ストレージ量が結構あるじゃん、メルゲイなんとこで、あれ次180円って言ってた、ガチ、あ、この番高い、いいんじゃない、モニちゃんってるよ、あ、これと、あ、まあコンボによく使われてるよね、まあロマンゴーできたよ、ただがメルニア、おお、まあ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 、サザンエ強すぎでしょ、サザンエやばいな、感じ、あ、感じ、うん、うんうんうん、はい、ということですね、サザンエでさ、これさ、破壊だからなんだっけ、ダイパ殺税だっけ、熱が、あの、ほら闇のほら、ダイパ殺税使って墓地から出すじゃん、出してサザンエで出て、はこいつの能力で破壊して2枚引いて相手反熱させるっていう、で、次、プチョヘンザーミケラートレス、ドゴンディオス、ドゴン、ビオーラ、そうだった、ちょ、いいっすか、ドゴンディオス、これって、あ、シクか、ドゴンディオス、これどうなんだろう、まあ、シクって、どうなんだ、もうちょっと値段すんのかな、わかんないけど、まあ別に、あの、普通にデッキに使うだけだから、すぐ見れればなんともないけど、まあそうだよ、ビオラソナタピンサ、おお、悪くない悪くない、この反ってるだけか、あれこっちのするよりもこっちのするの方がいいんだよ、あ、こっちの方がさ早く治るよね、そうあとなんか出しやすいじゃん、うん、いきます、うわ、ん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 、やべジグスカイスバレるか、コセントランエスタボンクエコンクエオセブイガーチョウブレスクローは一応使えるだけで安いよ、じゃあそうズゴブがいたじゃん、あ、言った、また中心が終わった、え、セロセケズ、やべ、これトリーラステイヤンコ、ステイヤンコ、イマジンシー、あ、なんかイマジンシー、イマジンシー、やべ、あ、やべ、やらと音楽がしたいな、これでうぅでぇ、いや、いけないわけないけど、それよし、よかった、お、いい110円、え、そのシシオメダってくるかな、ちょっとね、なんお、1回180円だ、出せてもらえ10円、これ細かくしたもんね、今、まあ、デザイクなんだ、違うじゃん、これこれは、デザイクなんだ、集めるか、集めるか、デザイク10円集めようかな、これ、こっちの安いわ、240円だっけ、確かそのぐらい、シャナバンド、シャナバンド安いよ、当時使うっていうの、うん、じゃあ、バランディーの味が安いし、うん、はい、まあ、こんなもんだね、まあ、悪くはないんじゃないか、じゃあ、俺これもらおうかな、えぐえぐ
で、まあ次、ガイネクスト、ラングレイル、双曲インフィニティ、ポルシャックドリドゴン、まあこれチビ版でね、セロ設計図、普通に強くない？強えな、強くね？まあただ3はでかいかもな、ワンちゃん。で、次のあの、あれ見た？ん？新しく出るパック何それ？ほら、魂度とかさ、クリーチャーではないし、あー、確かにそういうの一緒に回収できるの強くない？まだだって、マックスブランド見た？マックスブランド、うん、あれやばくね？無限アタックコンボもうできたよ。ガチっすか。ハンナリ妖精、ハキリとマックスブランドが2体だけで無限攻撃できる。俺だけ。あとガイネクスト、ガイネクスト状態結構いい、うん、超精密くちばしくんだから。ディラングレイル、あ、いいじゃん。え、よくね？ね、結構いいよね。普通にいい、いい、結構状態いい。割と備品の方だとは思う。で、行きましょう。え、さっきと同じ並び。お、国心しくってかさ、俺らがさ、こういうさ、開封ば、パック買うとき大体オリパパッカだからさ、そう思うだけじゃない、うん、進化設計図、よっしゃ。進化設計図いいね。よっしゃ。あ、俺進化設計図消えたんすよ。なんで？バレッドゥ、タイムズ指導。バレッドゥ、バンミしてる。うん、強い強い強い。ベガスベガス。バンミして待って、ライフゲート、ライフゲート。え、ローズキャッスル、ローズキャッスル。お前、やばっ。これもう400円の価値あるじゃん。いや、もうこれ、これ時点でもう。うん、なんか。あ、シードランは、タンペペンの解放が。え、だから、これやばい。え、今見た？この、一つ間でこのホーリーとか、隠しレシピ。ホーリーはね、最近安いんだよね。やっぱこれ、えぐくね。ライフゲート。ライフゲートは強い。ローズキャッスル。ベガスも強い。ベガスもエグ。うん、ここまで。あ、当たってる。まだ。あっちから。待って。これ高い版じゃん。あ、これ？あれ、これ違うっけ？あのこれあのなんか単行本の付録で付いてきたやつだった気がする。ああ。だからまあ一応普通のやつよりは値段する。たまた。新発見は強い。うわ、村尾が強い。なくして今なくしたんですよ。でも戻ってきた。あしゃい。あれは結構まあ毎日見るね、見るね、見るね、いやビッグバンフィアか。俺はね、ビッグバンフィア普通に買ってた。マジで30秒コーナーでバカ猫だったのに。あ、俺これ初期版見つけたばっかりです。これさ、怪しいよね。俺初期版見つけたばっかりです。これ PS か。あのストレージで初期版見つけました俺。トレジャー、おーおー、コールスキーえぐいぞこの引きは。え、でもなんかあれじゃない、あのデスマーチ今何本だっけ。180。いやね、なんかそれとかもそれより安いくね。同じぐらいだよ多分コアラスキー。あ、まあ派手すぎるかな。あの一時期普通に余裕でデスマッチより値段してたし、でも今は、ね、今は戻った感じで。じゃあ並べていきます。エンドでやべ。はい、ということでこんな感じっすね、そうだね、リアリティごとにまとめてみましたということで、まあここから最高リアリティ順に、まあ、スーパーレア、ベリーレア、レア、あのレアリティなし。なるほど、ね、どこも。いや、これ結構いいと思うんだよね。だこれ全部400円で、まあ合計して2200円、2200円分です。これめっちゃ元取ったんじゃない、これ。取ったってレベルじゃなくて、ね、もう取ったってレベルじゃないね、うん、結構いいと思います。これ普通に買ったらめちゃめちゃするじゃん。そうだね。で、しかも俺ちゃんと欲しかったカードは集まってるわけだし、進化設計図嬉しかったね俺。うん、まあ、実際進化設計図なんかね、なくなったんですよ。うん、うわ、急に消えたんですよね。で、それがもし見つかれば俺は4積みできると。で、まあね、まあこんな感じでしたね。まあ、ノーマルもあの相変わらず、まあ、強かったですね。そうね。ガイネクストってさ、まあ今まで見た中で、まあ、一番強かったんだけど、これがこの表が、うん、あ、ここあったし、表が。そうね。で、なんか中身雑魚やかなと思ったらめっちゃ強かったね。一番強かったかもしれない、これが中身。うん、ここ出てきたし、ベガス出てきたし、まあいいんじゃねと思って。ダイスベガス。まあ、ということでね、まあ、万代はやっぱりアドは取れるということで。そうだね、ストレージとか、なんか、うん、ケース売りはマジ高いから、高いし、なんもなんかいいのなかったりするから、うん、あれだけど、オリパいいよね。そう、オリパいいです。結構オリパいいんで、まあ皆さんね、磨きからぜひ買ってみてください。ということで、じゃあ、エドゥー。